ジョセフ・ミシェル・アンジェポレーの1870年の作品。アキレウスとデイダメア。リュクサンブール宮殿所蔵。デイダメアはギリシア神話の女性である。長母院を省略してデイダメアとも表記される。主に、の二人が知られている。以下に説明する。このデイダメアはスキューロス等の王リュコメーデースの娘である。トロイア戦争の英雄アキレウスとの間に、 ピロスを生んだ。神話によると、アキレウスは預言者、カルカースによって、トローンや攻略に必要不可欠な人物であると予言されたため、テティスはアキレウスの死を予見し、まだ子供だった息子をスキューロス島に連れて行き、リュコメーデースに預けた。リュコメーデースはアキレウスが金髪の美しい少年だったので、女装をさせて王宮内にかくまい、自分の娘たちと共に養育した。 デイダメアがアキレウスと出会ったのはこの時である。やがて二人は愛し合うようになり、アキレウスがトロイア戦争に参加することが決まった時には二人の間に一シピロスが生まれていた。この子供が後のネオプトレモスである。後にアキレウスはトロイア戦争で戦死する。アキレウス戦死の知らせがスキューロス島にもたらされた時のデイダメアの悲しみは深いものであった。 ネオプトレモスは、ギリシア軍の使者、ディオメデースとオデュッセウスの参戦要請に即答で、応じたが、デイダメアを悲しませまいとしてそのことを伝えなかった。しかしデイダメアは、オデュッセウスとディオメデースがかつて、アキレウスを戦場に連れ去り、死に至らしめるきっかけを作った男たちであることを、覚えていて、彼らがスキュロス島に来た目的がネオプトレモスにある、ことを理解していた。 デイダメアは夜が明けると息子に戦場に行かないように泣きすがったが、ネオプトレモスの意志を変えることはできなかった。戦後、デイダメアは、ネオプトレモスと共にモロシアに移住したヘレノスの妻になったという。このデイダメアは、ベレロポーンの娘である。ルキア王サルペドーンの子エウアンドロスと結婚し、トロイア戦争に出兵したサルペドーンを産んだという。ありがとうございます。